皆さんこんばんは。いやいや、やってやってやって、こんばんは言って。いや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 こんばんは。皆さんこんばんは。とちぎ FC 2020年末ライブ配信スペシャル、おうち時間を楽しく過ごすぜ。噛みました、すいません。帰れよ。もう一回いきますよ。おうち時間を楽しく過ごそう、第2回目がスタートです。今回はとちぎ FC を代表して背番号7番のカンカンドイです。背番号1、カンカンドイです。背番号9、スクドロセルヒオです。以上3名で、前回に引き続きスペシャルゲスト、TikTok で大人気、フォロワー数26万人です。知るか。いやいやいや、なんで俺に切れるんですか。ブチギレ芸で大人気の、ブチギレ宇治原さんをお迎えして1時間のライブ配信を行いたいと思います。皆さん大丈夫ですか。全然準備してますか。はい、はい、たくさん切れました。切れました、はい、切れますね、これ、はい、切れました、はいはい、難しくて。そうだね。今回も YouTube の投げ銭機能であるスーパーチャットを活用して、あ、終わりました。すいません。もう少しゆっくり切られました。すいませんでした。早いんだよ。切れられるの早いな。何？予定でもあんの？いや、ない。もうちょっと待って。それ後で言います。今回も YouTube の投げ銭機能であるスーパーチャット知ってますか？知らない、まあ、僕も知らなかったですね。スーパーチャットを活用した企画となっております。 PC スマホからご覧いただいている方が中心だと思いますが、Google にログインしていただいた上で、チャット欄の下にあるお金円マークですね、から金額を指定していただき、コメントを入力して購入して送信のボタンを、押していただくと、スーパーチャットとしてチャット欄の上部に表示されます。お、はい、早速いただきましたよ。おお、本当だ。アナヌンガーさん。おナヌンガーさん。120円いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、このようにね、やっていただくと金額に応じて上位表示される時間が変わります。はい、なので皆さんどんどん投げてきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてね、今回のライブ配信ではこうやってね、一般のコメントを僕たち手元にありますね、はい、一般のコメントよりもスーパーチャットのコメントを優先させていただきますので、そこはご了承していただいてね、ぜひスーパーチャットでのコメントをよろしくお願いします。訪れが結構あるみたいです。おろというコメントが何個かあるみたいなんですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。訪れ結構してます。ここ日本ですよね。ここアルゼンチンじゃないよ。アルゼンチンじゃないよ。ここ日本だよ。訪れしてるらしい。訪れしてる、遅れて来てるよ。アルゼンチンからこれ続けて大丈夫ですか。はいはい。なお、皆様からいただいたスーパーチャット、選択は新型コロナウイルス感染症対策に使っていただくため、宇都宮市に寄付をさせていただきます。なので皆さん、ぜひたくさんの投げ銭よろしくお願いします。お願いします。はい、また今回のライブ配信を見てくださった方から2名ですね、僕たちのサイン入り色紙と栃木県名産品詰め合わせをお送りします。今回の配信の最後に申し込みに必要な合言葉を共有しますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、皆さん、大丈夫ですか？準備ですか？はい、これちょっと僕一回切りといていいですか？いや、ええって言ってよ。なんで切れない？なんで切れない？あのね、今日僕、私事ですけど、引退を発表したんですよ。へぇ。なのによ、今日、その日の8時から YouTube で配信って何やねん、これも。そこをまず一回ブチギレさせていただいてからね、スペシャルゲストのブチギレ宇治原さんの紹介ムービーがあるのでね、そちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。じゃあ今日も、来たコメントすべてに切れる生配信、スタートしていくわ。伊達美京さん1220円。ごめん、お待たせ。欅坂のライブ終わってすぐ来たよ。待ってねえわ、てめえのことなんか。なんでお前美少女見た後ブチギレ親父見に来てんだ、お前。気持ち悪いな、お前。ガオーライオンダオさん、にゃーん、ライオンじゃねえじゃねえか。なんだてめえ。ガオーライオンダオさん、にゃーにゃー、ライオンじゃねえじゃねえか。何がしてんだてめえ。ローカゲさん1220円。今日も災難でしたね。何がだよ。どういうことだお前。なんでお前さ、予想で俺が辛い日送ってると思ってんだお前。割と上がり調子だわ最近は。お前、ししゃもは頭から尻尾から
私は一口で食べる派さん、1220円でノーコメント。もう名前に自信持ってんじゃねえ。もう私は名前だけでやってけるわじゃねえんだよお前。株式会社無名事務所さん5000円でノーコメント。めちゃくちゃ怖いわ。何者だお前、いきなり始めてきてお前。株式会社無名事務所さん1万円。怖いだろう。怖いわ。まあ、なんだ、ちょ何者だお前。アイムイレバさん1220円、初見です。出てけてめえが、出てけ。なんだお前、イレバって名前にしようと思ったんだ、気持ち悪いなお前。株式会社無名事務所さん2万円。あ、半。お前歴代最高スパチャ額出してきてんじゃねえ。まあ、どんだけ多くても1万2000円なんだ今まで。まあ、何2万やってんだお前。2万で判明したけど、お前スマホだと確か1万2000円が上限だから、お前パソコンで見てんのか。何大画面で駆使しながら見てんだお前。あ、ハンもお前 AHHANN って売ってるだろお前。出てけお前は、気持ち悪い。はい、今ね、あの宇治原さんの、まあ、ムービーを紹介しましたけど、どうでしたか。優しかったですね。いや、顔優しくないやろ。めちゃくちゃ切れそうな顔してるやん。やっぱね、もうなんか面白かったら今失礼かもしれないですけど、感じ面白かったですね。いやもうやりづらいな、ここ。じゃあね、早速紹介させていただきたいと思います。本日のゲスト、ブチギレ宇治原さんです。どうぞ。はい、どうも。はい、こんばんは。超有名 TikToker、ブチギレ宇治原です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早速なんですけど、本当音連れとかやめてもらえます、マジで。本当に、あの声出して笑ってくれないと本当に萎縮してるみたいになっちゃうんで、声出してください。あの音釣り、俺も結構あの気合い入れてきたんで、もう大丈夫なんですね、音釣りは。まいちゃんは、もう大丈夫ですね。ちょっとなんか、イエスもノーも返ってこないですけど、大丈夫なの。必死で、頑張ってくれてるってことで。まあ今日ちょっともしかしたらね、間違いかなっていう思いもあるんですけど、その気持ちに負けずに頑張っていこうと思ってるんで、お願いします。お願いしますよ。お願いします。早速入りましたよ、藤原さん。え、まいちゃま。はい、まいちゃまから。まいちゃまから。2400円。早く出ておいで。唇と。あ、すごい。今切れようと思ったんですけど、はい、自分の配信でも見たことない名前の方なんで、はい、ちょっと今これで切れて萎縮されてもやなって一回置いておきます。切れましょう。そこは大丈夫ですか。切れていいんだったら言いますけど、はい、彼女みたいな言い方してくんな。知らないよ、あなたのことは。あの、あと TH さんから3人のリアクション滑ってるやん。あら、いやいや、TH さんは自分のところの視聴者なんですけど、あのガチガチのガンバサポーターなんですよ。そういうことね。やめろ、敵のとこ偵察しに来るのやめろ。そっか、こんな感じでやっていくんすね。そうなんですよ。いやー、すごいですね。とりあえず、じゃあ、今日はもう3人で、はいはい、初めてマジで J リーグの選手と喋るんで、はいはいはい、俺も緊張してますよ。いや、本当ですか。本当ですか。全然緊張してない。で事前に一応ちょっと調べたら、はい、なんかセルヒオ選手が、まあ、同い年だっていうことなんで、うん、まあ、今日はほぼ、まあ、友達の感覚でやろうかなと思って。まあそうですね、ほぼほぼほぼってダメなんで。ダメですよね。何月前ですか。俺は4月なんですよ。あ、俺の方は明日だった。すいません。あ、じゃあちょっとですね。明日なんだ。俺が上だったら切ろうと思ったのに下だった。でもね、で川田選手が年下っていうことなんで、失礼ですけど今日はちょっとガンガン行かせてもらおうかな。いやいや、怖い怖い怖い。で、江川選手は年上っていうことなんで、はい、なるべく失礼のないように。いやいやいや、怖い怖い。濃いよ。いや、そこはもう俺年功序列がもう染みついちゃってる。濃いよ濃いよ。それでやろうかなと思ってますけど、ちょっとカンちゃん、ちょっと上がってきて。いや、おかしいやろ、俺先輩。で、今すいません、スパーチャーっていうやつのが出たんですけど、はい、ちょっとそれが何だったか分からないし、スプレッシュ行っていくってことですね。はい、わかりました、わかりました。実はね、内原さん、はい、静岡県ご出身ということで。そうなんですよ。ジュビローサポーターらしいんですよ。で、一応そのコンビで一応お笑いもやってて、それがゴンボールっていうコンビ
勝ち方。いやいや、まあまあまあ、アウェーでね、劇的な勝ち方。まあ、でも最終戦あるんで。そうなんです、そうなんです、最終戦もジュビロなんです。ジュビロなんです。その時がどっちサブで来る。でもあれですよ、カンちゃん、カンちゃんの最後の試合ですよ。うわー、その最後で引退試合なんですか、その日が。あ、まあ引退日、引退日なんですか。引退日です。その日でサッカーをやめるっていう。いや、まあ本音しか言えない。やめるな。まあ、ちょっとどっちも応援できるように今日頑張ろうかなと思いますけど、いろいろ知っていこうと思ってます。はい、なんでね、今シーズンプレーしてまた動画あるんで。ああ、そうなんですか。見ていただけたらなと。ああ、見せてください。お願いします。お願いします。じゃあ今日も来たコメントすべてに。ここでクレーベン。あ、もう早速。さあ今は3対4という状況でありますが、持ってきます。ちなみにこの試合は3人とも出てない。出てない、出てない、出てない。いや、でも初めて TGSC のキレイです。うわ、すごい。ギャロク賞34分、2世紀後初ゴールを決めました。出てない、出てない、出てない。プロ初出場です。やめるな、やめるな、笑って。やめるな、ほんとそれ。お、すごいすごいすごい。え、おー、ナイスパス。おー、え、ナイスクデー。いいね。今、ボストに当たったんすか。そう、ボスト。大島がボールを引き出した。大島、オッケーな、大島。シュートを打った。決まったー。おー、おー、こう黒崎。ね、これ4点、これ4点。あ、すごいすごい。4点いないの。こいつ移籍したんすよ。あ、すごい。そんなに言わんで。あ、移籍された方なんですね。あ、おー、来た。あ、やばいやばいやばい。あ、来たよ。こういうセーブよ。そう。あ、ゴールキーパーだった。キーパーです。なるほどなるほど。これが今。川ちゃん、素晴らしい。中央、ヘディング。キーパー、ヘディング。おー。お、来た。キープして、キープして、セルキープして、セルキープして。お、ナイス。おーい。そこ使う。埼玉のセガーだ。中よりセガーのクロス。ヤモコイ。おー、勇気か。うん。えぇ、すごいよ。なんすか今の。覚えてもらえるの、大好き。たくさんスーパーチャッシュしなきゃ。うわ、秋元くん。いや、これすごい。え、すごいから。あんまかっこよくないですよ、顔が。いや、いいんですよ、そんなこと。あ、これ。あ、これ、劇的の。だ、あ、いや、ナーギ。いや、ナーギ。おぉ。やっぱあれ、頭重たいからね。そう、言うな、言うな。頭重たい。山本、ミドルシュート。レネ、うわあ、ナイス、すごいシュートだわ、すごい。うわ、ユダユダ、おお、ナイス。そうですね、いや、もう、こいつはもう
つもスパチャしてくる。こいつすみません、こいつっていう関係性なんだ。ダンスにゴンゴールさん。ダンスにゴンゴールは遅刻だぞ。確かに遅れてた。確かに遅れてた。何してたんすか。いや、ディレクターの指示を待ってた。あ、間違いない。俺はちゃんとしてる。そこに置くた。真面目か。あ、そうだね、あの史上初の真面目系キレキレなんで結構あの、おかしいとこあんまないと思う。そう、最後、あの最後だよ。ま、マタカスさん。ウジ、最初の勢いなくなったな。最初の勢い。こっちだってあの、アウェイだから配慮してんだよ。いつも通りのできるわけないだろ、ここで。確かにね。宇治原さんが、こんばんは、いつも配信見てます。そんやめとけ。いや、キレれてるけど、やめとけは見てほしいっすよ。あとちょっと飛ばしてる人もいたの、母ちゃんさん言いましたっけ。母ちゃんさん1220円、校長さん、ウージが、あ、そうだそうだ、ウージが滑る配信はここですかって。まだ決まってねえからな、でも頑張って最後最後まで見てくれ。勉強になるわ。こんな感じですかね。そうですね、はい、はい、もう とりあえず切れれるところでどんどん切れていこうと思ってます。お願いします、お願いします、はい、なんでウータン呼ばれたの。あ、もうどんどん来る。あ、シシャモは頭からさんですね。なんでウータン呼ばれたのは、もう一応ツイートでも言いましたけど、なんかブッキングの人が頭おかしいから。どう考えても。挑戦的であれば何でもいいと思ってる。あ、でもそれに関して一つ言わせていただきますか、はい。俺ら3人ほとんど一緒にいないんですよ。あ、3人でいることはないです。ないです。なのにブッキングこれなんで、まあ、そんな感じなんです。いや、でもだいぶ仲良さそうじゃないですか。まあまあまあ、なんか今年チームは仲いいですけど、でも考えてください。仲良くなれば、こうやってすぐ消えるアルゼンチン出身選手、今日引退したやつ、はい、ほぼ喋らないやつブッキングが。いや正直今日引退発表した人と絡みづらいっすだってそれを注目して見てる人ばっかり絶対に。どっちゲスシーの皆さん、藤原さんガチ切れさせてください。ああ、いや、そうね、ガチ切れはし俺もしないっすよ、さすがに。これもあのガンバサポーターですね、この再建っていうのすみません。あと宇治原さんのどんどん来る。オッソーラウンダーさん500円、あとで宇治原さんのおごりで飯行きましょう。ちょっとアルゼンチンでいいですか、飯。いや無理でしょ、渡航費が無理です。今400人見てる。400人やば、多いんですかこれは。いや多いですよ、全然。あれ、なんて呼ぶの、合成、あとまひさん合成じゃないよ。あれ合成じゃない、かんちゃん合成ですよ、かんちゃんは。ちゃんと来とる。合成じゃない、どういう理論で合成って思ったのかよく分かんない。合成、合成色がすな。それイロハス、イロハス投げるのは自分が生配信中に相方に切れてイロハス地面に叩きつけたっていうくだりいっぱいあるからさ。川ちゃんもよくやりますよ、試合のハーフタイムで。バーン、お前ら何やってんだよこれ。あ、そんな切れる。いや、やばいっすね。一回も切れた。嘘なの。嘘やね。いや、でもそんぐらいで切れてもらわないと困りますよ、今日。そうだね、確かにね。お願いします。はい、もう次の企画いきます。すいません、楽しくなっちゃって。なんでだよ。じゃあ次の企画いっていいですかね。こっからちょっとあの引き出してもらいますけども、次の企画がキレキレの伝授シチュエーション別ブチギレチャレンジ。はい、ありがとうございます。まあ一応ね、あのブチギレウジャレということで TikTok でちょっと活動させていただいてまして、まあブチギレということなんで、今日はあのこんなシチュエーションでキレてほしいっていうお題を、まあスーパーチャットスパチャで募集して、でもしこんなシチュエーションあったら面白いんじゃないかなというシーンをちょっとあの皆さんに募集してですね、はい、みんなでそのシチュエーションのをキレていこうと、いうことなんですけど、まあ、今ちょっといろいろキレ見せてくれましたけど、はい、3人は一番キレるのがうまいのは誰ですか、日常で言ったら。はい、やっぱセリフ選手ですね。はい、常に後輩に怒っても厳しい先輩に言ってる、はい、いや先輩にも怒ってるし、ね、うるさいよこういう感じあ、それはもう打ち合わせの段階から見てましたじゃあ一番ちょっとキレれそうだっていうことですね。そうですね、俺その人生だと思ってるもん今日はセルセルやっぱ切れてるから、あ、切れ要因で、切れ要因で呼ばれたのかなと思ってる。じゃあだいぶ頼りにしていきたいと思うんですけど、うんうんうん、なのでじゃあ視聴者の方はですね、切れてほしいシチュエーション、まあ例えばだけど、僕だったら日常であるのが電車が目の前で行っちゃった時とか、乗ろうと思って目の前で閉まっちゃった時とか、うん、そのめちゃくちゃイライラするけど、やっぱもう駅なんて切れれないじゃないですか。だからグッとこらえるわけですよ。それを今日はまあもう切れれる場なんで、そういうシチュエーションとかで切れるとかやっていきたいなと思うんですけど、シチュエーションが、ブチギさんに聞きたいってことですか。あのさ、これを自分のところの視聴者なんで、これ一回栃木サポーターの方に向けて喋らないですよ。これ自分の視聴者に向けて言いますけど、俺んとこのチャンネルじゃないんだからおとなしくしてろ。マジで。
今どれだけ栃木 SC のことを皆さんに広めれるかで俺今やってんだからさ、邪魔すんな。ごめんなさい。今シチュエーションをね、あ、でもちょっとスパチャじゃないんですけど、うん、審判にもよく怒ってますっていうタケさんが、これはセミヨ選手のことですかね。いや、僕は会話してるだけですよ、しっかりと。あ、キレじゃなくちゃんと会話をちょっとだけヒートアップして。確かにあんまこうキレすぎてもやっぱこう、そうなんですよ、ダメなんですよね。審判に目つけられちゃうと、うん、その後すぐファールかギリギリのところでもファール取られたりとか。なるほど。で、まあある程度こうリスペクトを持ちながら、はいはい、軽くキレてます。じゃあいいじゃないですか。じゃあ今日はキレれるんですから、仮想審判に向けて、うん、もう明らかにファールじゃないのにファール取られた時のキレとかちょっと見たいですね。おー、いいです。じゃあ行きます。あ、行きます。あ、そんなすぐ行けます。行けるのか。あ、じゃあお願いします。こんなんじゃ海外でもサッカーできないよ。うおわかんないけど、すごいすごい。ちょっと年代的に、なんかアルシンドになっちゃうようなテンションだったんで、ちょっとそっち引っ張られましたけど。そうだ、ね、あ、でも完璧でしたね。素晴らしい。そんな感じですね。じゃあちょっとお二方どっちの回ちょっといただきたいですか。じゃあ俺、川ちゃん、どこにある？あ、川ちゃんいけますか。もうちょっと怖いなんで川ちゃんって言わせてもらいますよ。川ちゃんいけます。いかんいかん、全部最後に持ってくれないといけなかったね。でも、俺まだ行きますよ。でもキーパーってやっぱめちゃくちゃ俺の素人のイメージですけど一番キレてるイメージですよ、なんか。ああ、後ろから味方に対しても言ってることを、ね、そう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 、おい守れよしっかり、ね、体張れよみたいな言ってるからね。うん、確かにね。じゃあ行きますか。はい、はい、もっとボール出せろ。あ、ごめんなさい、審判に聞いてました。審判、ね、自分がボール取りに行ったのにファール取られちゃった。PK ってなったら、いや違うだろ、今ボールに行っただろっていうことを、それをやってください。 OK です。あ、今ボールじゃん。いやいやいや、まあ、何も間違ってないですけど。合ってるんですけど、もう1、2個上のキレ見せれます。それだとちょっと、そうですね。それだとだって試合でもある範疇ぐらいじゃないですか。もっと上を。本当に分かんないですよね。困ってるのは分かってるんですけども、その心情を無視してもう一回もらいます。シュート外した味方に切れた。ああ、いいの、また勝った2440円。それ川ちゃんいいじゃん。シュートを外した味方に切れて、じゃあ 俺がシュートを外して俺に、じゃあ俺に切れて。難しいな。おい、スクレム決めろよ、マジでふざけんなよ。ただのサポーターで。いや、でも結構後ろから見てると、まあまあまあね、まあ、まあ、そうだですね。確かにそれは見てほしいですね、後ろからするとね。はいはい、なるほど。あ、なんか綺麗、ありがとうございます。あ、まあ、正直な評価は45点。宣伝中ね。宣伝中、宣伝中、宣伝中。いや、俺は100点中のつもりだった。じゃあちょっと、先輩、はい、ちょ、菅先輩の審判に対してですか？貫禄のキレはし、そうですね、審判に対して。あ、僕、審判に対してはちょっと思うことあって、まあ、言ったりするか、言ったりするかいいわけじゃないですけど、はい、あの僕、2年目か3年目の時に、はいはい、1年間で15枚ぐらいもらったことあるんですよ、イエローカード。17枚。なかなかっすね、それ。それぐらいもらったんですよね。はい、その時にちょっと言いたかった一言。あ、お願いします。存在にイエローカード出してんじゃねえよ。僕が何か言っただけですぐ出たんですよ、イエローが。なるほど、ちょっと問題児扱いですね。そう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 、はいはいはい、そう、もうなんかなんでって言ったらこう出るんですよね。はいはい、なんでで出してんの、早めでイエローと。その辺邪魔しとけってのそれはかんちゃんの方が。いや、まあそうなんですけど。え、それでもどうやって改善していったんですか。人と違う成長。真っ当だな。真っ当なところです。真っ当に真っ当に成長していきました。でもそれは切れポイントになりますね。確かに。はいはいはい、結構多かったですね。ちょっと俺もうちょっと、もうちょっと綺麗見たかったっすね。だからちょっと、顔真っ赤になるぐらい。なんか出す、なんかシチュエーションじゃん、なんかね。やっぱリミッター外してくれないといけないって。難しいな、綺麗って。ちょっとコメント見てみましょうか、なんかシチュエーションあるかな。スパチャで、スパチャでなんかね、やっていただけたらね。このスパチャお願いしますよ、これがもう、コロナのね。コロナのね、あれになりますからね。はい。しかもこの額入れてくれるってことですけど、多分本当は細かいにすると本当は YouTube に名張が持ってっちゃうの、持ってかれちゃうのに、うん、ちゃんとその額多分募金してくれると思うんで。おお、じゃあ全額もう、はい、栃木チーム頑張ってるんでちょっとお願いしますよ。お願いします。お願いします。指どうした？指だけ拾って、あ、指確かに拾ってってもいいですか。もう普通のも拾ってってもいいですよ、どんどん。いいですかね。あ、でもちょ、え、監督の試合中のブチ切れ
話してください。ちょっと本当無知で申し訳ないんですけども、はいはい、監督さん僕見たことあったんですけど、はい、神戸にいた方ではないですか？違います。ごめんなさい。それは切れようかな。ちょっとそれは何に優しくしていいんだよと。まず整理すると切れていい事案なんですけど、切れるんだったら何でもいいですけど、キャスティングに言ってください。そもそも知らない。頭だけで判断すんなよ。そうそうそう、それでお願いします。ちょっと事案ですね、はい、湘南とか、まあ、あ目の前にやつか。なるほど、はいはい。もともとはそのイメージはすごく強いと思います。はい、その監督の、はい、キレブチギレのモノマネ、これだったら、じゃあ俺いいっすか。いいっすか。お前それはないだろう。すいません。リミットを外すっていう目的だけでやった。普通に切れたやん。普通のすいません。それはないだろうって思うときは確かにあるっすね。やめろよ。あれそれって結構言っちゃうもんなんですか。やっぱ関係性によるって感じですか。いやなんかね、結構こう相手と口論するときは。はいはい。で、そこまで言わないですけど、はい、なんかいや引っ張んなよとか、はいはい、次引っ張ったらとか、はい、いうのはありますよ、結構、はいはい、触んなとか、はいはい、あでも結構バチバチっすね、触んなとかもあるんですね。そうです。それで、あの俺、もう本当素人質問で申し訳ないですけど、試合中ずっと見てて、あそこバチバチやってたらって、あの選手2人、はい、で、終わった後どういう顔して会ってんのかなと思うんですけど。いやでもサッカーってそれも面白いんですよ。そこのなんか試合中はバチバチですけど、終わったらもうみんなサッカーする仲間なんで。なるほど。試合中はめちゃくちゃ言い合ってたとしても、終わった瞬間にもそのもう全部、まあ味方でもそうですよ、味方も練習中で、うん、はいはい、もうそれこそ喧嘩とか言い合いとかめちゃくちゃする時もあるんですけど、はい、終わったらもうそこで、まあ、特に僕トゥイリオさんって人と一緒にやってたんですけど、はいはい、めちゃくちゃヤバかったです。あもうでもトゥイリオさんも切り替えが早い。練習終わったらもう何もなかったから、ね、じゃあ飯行こうかみたいな。俺なんか2年前の相方との喧嘩まだ根に持ってない。ちっせちっせ。キレなのか今の。ただ指摘なのか分かんないですけど。これ、すごい。ナイス高太郎で入ってますよ。ありがとうございます。高太郎の一声でね。あ、本当だ。東屋さん、ありがとうございます。その971円っていうのは何か意味あるんですか。高太郎って意味です。いや、関係ない。絶対関係ない。何もかかってない。じゃあ意味はないですね。ゆずきゆずさん、トンネルしたゴールキーパーに切れてください。やめろ。やめろ。それは。カワちゃん今年トンネルしたやん。トンネルした。思い出したくない思い出を。トンネルした。トンネルした。その時の裏話としてキレてきた人っているんですかね。まあいい意味でも知った激励的なニュアンスで。いやでもこのチーム本当に、はあ、みんな励ましてくれて。もう優しい。マジで本当に泣けない。泣けない。泣けない。絶対泣けない。泣けない。本当に泣かれても俺困りますよ。あ、そうだったんですね。一つだけ言っていいですか。はい。感度指切りすんな。あ、まだ来てます。ごめん。まだ来てるよね。一回一応説明しておきます。説明ですか。簡単に言うと、こうやってサッカーやってて引っかかって指の靭帯切れたんだよ。うわ、それで指の靭帯が、はい、そうなんですよ。
指がね、伸びなくなった、ピンと伸びなくなったんだよ。ああ。え？さっきのスパチャの肩から。はいはい。三人の背番号の数字です、ね。おお。ありがとうございます。いや、全然気づかなかったです。ありがとう。そうです。なんで気づかないですか。全然気づかなかったです。ダメでしょ。なんで気づかないんだよ。いや、なんで俺に気づかない。あんたもよ。ああ、そうです。気づいてますよ。でも179じゃなくてよかったね。確かに。ね。いっぱい聞くし、まあ、だから逆にしていただいたんだけど、971って、だから971ってね、ああ、なるほど、なるほど、嬉しいよね、なるほど、気持ち悪いけど、はい、熱くなってきちゃった。シチュエーションをやってほしい。シチュエーション、まあシチュエーション難しいですかね。じゃあ俺がもう一個出しましょうかね。え、今日、ぶっちぎりキャラやってキレるっていうのを、言われた時、正直まず一回どう思ったんですか。その今日キレてくださいみたいにこうスタッフの人に結構言われたじゃないですか。はい、あ、この企画を聞いた時ですか。はい、まあでも二人は何も思ってなさそうだね。かわちゃんこれはマジでなんで俺なんだよ。確かに俺結構乗ってきましたね。確かにちょっとなんか掴んでみる。手は何なのこの手は。いや、こう、あ、まあ、切れてるからこういう感じだよね。試合でもさ、試合中に切れたことあるからイメージさ。あ、そうだ。じゃあ二人は別に違和感はなかったってことですよね。まあそうです。僕は今から中ですが、先ほど言ったようになんでこの日なんだよっていうのはありました。それだけもう一回本格的にもらっていいですか。そこ処理したいっすね。あ、じゃあそのわだかまりをここで泣くそうと。はい、そうです。わかりました。じゃあ行きます。なんで引退発表した日に YouTube 生配信やらせんだよ。あの、これ絶対切り抜いて TikTok に載せるとかやめてください。ここだけ切り抜かれたらヤバい選手みたいな。でもあれ気持ちはね、もうそうですよね。あ、すみませんでした。もうそうすみません。あ、ね、この日にやるって言ってなる。なるほど、これはしょうがない。確かにいろいろあってこうなっちゃったと、まあ、この日になったっていうのもあるからしょうがないです。はい、はい、いらないですよ、優しさ。いや、そうなんですね、ごめんなさい。キレ切ってください、お願いします。生意気な後輩にキレてください。あ、いるんすか、生意気な。お前ふざけんなよ。先輩か、先輩か、先輩や、お前先輩ですから。後輩に、かわちゃんに言ってください。かわちゃんにあんまキレれないよね。そう、かわちゃんに優しいから。あ、じゃあ俺もわかります。優しい人には無理っすよ。なんかね、キレれないっすよ。ええってなって、そう。え、だ、お、ちょ、俺に切れるとかできます？なんか材料がなくて難しいかもしれないですけど、何でもいいっすよ。じゃあもう見た目でもいいんで、もう。わかりました。はい。なに？試合前みたい。そんな大層なことじゃないですよ。そうね。ちょ、チャンネルガールマンさんが下ネタ一歩手前みたいなの来てきてるんで、やめてもらえますか？これキリですけど、これ以上は本当にブロックするから。で、やめてくれ。いや、ずっと笑ってるわ。じゃあ、ブチギレ内原にキレる。あ、ちょっと待ってください。なんか、サングラスした秋元選手にしか見えないっていう意見なんですけど、ごめんなさい、僕もちょっと、無知な秋元選手に僕似てるんですか。ちょっと、いや、まあでも、まあ、秋元選手、まあ、いつも目がなかなか開いてない。あ、じゃあ一緒。一緒かもしれない。目開いてない系なんで。秋元選手は大体後ろ姿がかっこいいんですよ、めちゃくちゃ。後ろ向くともう後頭部見てもめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、パッて前向いた瞬間にはもう。似てるって言われた後、それ聞くの複雑じゃん。悲しいし。一応俺は一番いいところで言うと、中田選手に似てるってことで人生やってきたんで、中田選手に。はい。似てねえよ。あ、確信疲れちゃった。秋元選手ちょっとチェックします。ああ、出してます。あ、似てる。大きく分けたら同じですね。大きく分けたら同じ人種です。はい。あ、オーストラウンターさん500円。宇治原さんを例えるとゴール裏の栃木サポーターの中に混じってベッカムとかのユニフォームを着ちゃってる人ですよ。そんな間違いか。今。恥ずかしすぎるわ。で、オナネングさんが370円でコロナに切れてくださいってことですけど、はい、ちょっとごめんなさい、なんかやめてください、なんかこれなんか切れづらいんで、話題的に。はい、で、あとあ、なんかスパチャじゃないですけど、チャンネル巻き引か、巻き引かって言って、本田圭佑さんのモノマネ、それが40万ぐらいいる人が来てますね。余談なんですけど、宇治原兄さん、普段めっちゃ優しいですっていうことなんですけど、うん、すいません、ちょっとなんか忘れてください、今のは。あの人、ここでも滑ったんすか。ここで。やめやめろ、あの人のことを言ったから。まあ、一回絡んでるんですか、まあ、聞き方。いや、いつも見てるんですよ。ああ、そうなんですね。そう、YouTube で全部見てるんですけど、まあ、結構で、滑ってた。
滑りになったのかなと思って。いや、それはやめてください。思っても言わないから。あ、すいません、はい、ねえ、すごいですよね、サッカー界のね。そうっすね、マキヒカさんね。噛んでるよ、噛んだけに。噛んでるよ、バカか。やめろよ、バカだよ。すいません、いい。ちょっと噛んだけに噛んでるよは、ちょっと本当に今勝ち切れしちゃいそうになりましたけど、現実的に、はい、ずっと笑ったされて。ああ、ぶち切れさん考案のシチュエーション。あの、じゃあもう一個なんですけど、お前電車好きだなってなっちゃうんですけど。電車好きだな。すいません、俺が本当に腹立つのが、やっぱこのスイカをね、東京都内とか電車で移動してると、チャージしてね、こうピッてやるやつが、もうなんか本当急いでる時に限ってチャージされてなくて止まるんですよ。で、これもさっきと同様ですけど、公共の場なんて切れれないんで、うん、このチャッんだよっていう気持ちをちょっと綺麗に見せてほしいですね。ちなみに電車移動はやっぱあんまりされないですか、こっちだと。しないですね。じゃああんまりないシチュエーションかもしれないですけど、これがもう電車移動の人はよくあるシチュエーション。本当あるんです。あ、そうなんだ。もうあの内容とかはもうシンプルでいいんで、はいはいはい、あのちょっとリミットを外したやつみたいな。ああ、いいですね。誰がいきますか。カンちゃん。俺から。はい、マジか。リミッターとして切れないですね、そのシチュエーションを。わかりました。あかんのかい。おー、いいですね。上がってます、リミッター上がってます。はい、ありがとうございます。よくわかんない対話なんですよ。キレがいいですね。じゃあセリフ選手、はい。エスクールのバカ。やばい、わかんない。自分にやってなかったから。自分、リミットとしてはさっきと一緒だったんですけど、内容が良かったですね。そう、自分、はい、自分に対して。あ、いいです、角度がいいです。そう、アホ、アホなことしちゃったから。あります、あります、自分に、うん、さあ、それではもうコーチは乗れてきたよね。はい、乗ってますからね、さっきから。なんでさっきコーヒー買っちゃったんだよ俺。またあ、上もありますね。金属洗濯機さんが、いや、これでみんなスパチャ制限祭りだよって言って、ちょっと本当に俺のチャンネルの話するのマジやめて。説明の時間ができるから、本当にこれも仕方できます。チャンネルガードマンさんも250円というとこまで読んで、次ですね。本当にやめてください。本当に俺の次の仕事につながるかっていう話ありますからね。はい、じゃあ次のちょっと企画いってもいいですかね。次の企画はですね、まあ、ここの意図まで言う必要は本来ないんですけど、あえて言わせてもらうと、切れただけで終わると印象が悪いんじゃないかということでですね、あのお悩み相談室をやって、ぜひ内田さん最後あのまろやかな雰囲気にして終わりたいんですけどという、もうじゃあ呼ぶなよっていう話なんですけども、そういう要望があってこの企画やったんですけど、はい、普段チャンネルでブチギレお悩み相談室っていうのやってて、まあ一応ブチギレのつもりでやってるんですけど、なんか意外にいいこと言っちゃって、ほんわりあのあったかく終わるみたいな企画がありまして、今日ここでも視聴者の方の悩み相談を聞いて、でみんなでブチギレ交えつつ悩み相談できたらなと、その相談に対して解決策を提案できたらなと思うので、皆さん本当に些細なことでいいので、悩みが、日常悩みがあれば僕とこの選手3人で答えてきますんで、送ってください。お願いします。はい、まあ、悩みはちなみに3人はあります？そんなにない。あ、そうなんですか。あんまり悩まないタイプ。悩まないタイプ。全く悩まないタイプ。セリフ選手は？僕はあの見た目で日本語喋れないと思われます。はいはいはい、それが悩みで、はいはい、で、母ちゃん？僕はやっぱ切れれないところですね。でも今日ちょっともしかしたらきっかけ今日解決するかもしれない。明日からの、ね、練習ちょっとね、怖いね、なんかね。かわちゃん、なんか切れられちゃうんですよね。明日からブチギレ負けろか。ちょっとそれでもしチームの輪が乱れた場合、俺が怒られちゃうから、様子見ながらお願いします。佐藤もんたけるさん、250円、質問です。僕は何歳ですか。ちょっと一回3人休憩しててください。あの、もうガチでやめて、一回あの、栃木 SC のチャンネルって見たら分かるよね。ブチギレじゃあ GG チャンネルじゃないんで、やめてください。すみませんね、本当に。で、チャンネルガードマンさん250円でメッセージが削除されましたっていうことで、まあ、何書いてるのか分かんないですけど、よかったです。
絶対多いと思いますよ。今日インスタントジョンソンさんの、はい、杉さんの、はい、あのツイッターでも結構熱い思い書かれてましたけども、いや本当にですね、はい、これどうしたらいいですかね、どうしたらいいっていうのもあれですけど、あそうですね、一言で言うならば、はい、栃木市いい若手育ってんぞと思ってます。なるほど、思いは受け継がれてるぞと、はい、若手にいい選手がアカデミーから上がってきてんぞってすごく思ってますから、はい、あそうなんですね、あの先ほどの秋元選手もそうですね、あそうなんですね、はい、アカデミーですし、もうねさっきちょっと出てた黒崎選手とか山本選手、シュート決めたりあのアシストしたり選手、はい、もうアカデミー出身者めちゃくちゃ多いんで、あそうなんですね、じゃあもうすごい育成がしっかりしてるそうですよ、なのでね、そこは、はい、そういう選手たちが頑張ってくれるぞと、だからこの寂しい思いもカバーしてくれると思うんですね、はい、そうです、そうですよ、はい、でもこれは解決です、はい、あ、あ、そうだね、はい、あ、受験が不安っていう声がありますね、うん、お笑い大好きさん、受験がすごく不安です。受験とかは3人は経験されました？でもやっぱりスポーツ推薦とかですもんね、うん、そうかそうか、そうっすね、そうっすね、僕は大学まで行きましたから、あ、そうなんですね、はい、僕は金の卵です。金の卵、あ、ちょっとハテナどういうことどういうこと、中卒中卒金の卵、はい、ちょっとごめんなさい、広げれませんかわちゃんは受験とかは？僕は高校受験だけです、ね、あ、そうか、いいじゃん、その時不安になったりはしなかったですか？そうですね、まあでもなかなかそんなサッカーも両立してたから、はいはい、勉強そんなに、じゃあこの受験ってこう言ってみればトライアウトじゃないですけどテストっていうかこう試される場っていうわけじゃないですか、自分がそういう状況あるわけじゃないですか、だからその状況に置き換えてないかブチ切れ交えつつなんかお悩み相談できたらと思うんですけど、あそうですね、まあ、ちなみに俺はもう落ちても上等だよと思って行かなきゃダメだぞ、もうそんな負けてちゃダメだ気持ちで、もうそれ悩んでちゃダメって感覚ですね、うん、俺からしたら。でも確かにそうですね、開き直っちゃうと強いですかね、絶対そうです、うんうん、俺も開き直ってもう切れまくろって思ったらこうなりましたから、やっぱいいですね、はい、もうぶつかってた方がいいですよ、うん、確かに。でスパチャ来てます、オスオラウタさん500円、川田選手、カン選手、スクデル選手騙されてます、普段宇治原選手はこんなにめちゃくちゃ喋る選手ではございませんということで、選手の意味も分からないですし悩みでもないんで、あとうちの視聴者なんで無視してるから、はい、あ、佐藤元武さん250円、リフティングの上達方法を教えてということで、ちょっとまともな質問、まともな質問、まともな質問が、視聴者さんまともですね、よかったですちゃんと寄せてきてくれましたこれじゃあセルが上手いからいいんじゃない？そうですね、うん、じゃあ僕が、はい、うん、真面目な話になっちゃうけど、はい、いいよいいよ、リフティングの上達は、はい、とにかくボールを自分の方に蹴り上げるようにリフティングすると上手くなります。自分側にやるイメージ？そうです、うん、上だけにやると大体前に行っちゃうから、でこうやって取りに行っちゃうんだけど、自分の方にってずっとやってると必ずボールは自分の方に返ってくるから落ちなくなります。ガチのアドバイスじゃないですか。そうっす、うん、ちょっと一個だから、ね、じゃあ今質問したやつになぜか切れていいですか？はい、うん、250円で素晴らしい指導受けてんじゃねえよもっとかかるぞこんなすごい選手に言われていやすげえ。なんか他にも悩み俺見逃してるやつあるかな、なんでそんなに激辛なんですか？宇治さんスペック高いねって。何のスペックだよ、ちょっともう俺はいいんだよ今日3人のことピックアップしてくれ。どうしたら早く走るようになりますか？ああ、確かに8歳の子。ああ、じゃあ息子さんのことについてどうですか？それはね、カンちゃん。いや俺足を吸えよ。じゃあそれかわちゃん。いや俺も足を吸えよ。キーパーだ、セルじゃん。となるとまた俺か。うん、とにかく走ることです。ええ、お手上げじゃねえ。走り絞り出して。言えねえわ、俺ら遅いから。そうなんですよ、遅いんですよ、はい。なるほど、これはでも、早く走るってやっぱ才能的な部分あるんですか？結構なんか、そうですね、生まれ持ったものなんで、はいはい。あると思いますよ。でも、なんか走り方とかいろいろ、今、まあでも結構なんか走り方を今、伝授すると、ものすごく、なんていうんですかね。はあ、長くなっちゃう、うん、なるほど、もう一言で言える話じゃない。そうなんですよ。でも一言で言うならちょっと僕なりのですけど、はい、このゆうきくん8歳に言わせてもらいます、うん、おゆうき、遅かったら遅いなりの生き方すりゃいいんだよ。深い深い深い。
急に今女性スタッフの方が心打ったんですね。よかったですよ。でもそれはそうですね。もうそうだと思いますよ。それは俺もキレ性なのをもう直すっていうより出すって方に行ったんで、あ結構いいの来ましたよ、スパちゃんで。おなんすか。僕はすごく緊張しやすいんですが、緊張を防止方法あれば教えてください。あ、小松のターボさん、ターボさん、いやいいですね。はい、これはもうちょっと正直言っちゃいますけど、確実に俺の笑いの相方ですね、これは。いや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 、毎回漫才の前ブルブル震えてるんで、ちょっとアドバイスいただければ。アドバイスがなかったら12年目がブルブル震えてんじゃねえって切れてもらえなんかあります？緊張する時とかあるんですか？ありますよ。 あります。やっぱ試合前は今でもね、やっぱ緊張する、はい、僕はみんなそうですか？そうですね、やっぱ試合前とか、うん、まあこう背負ってるものが自分たちだけじゃないんで、確かにそれそうですね。見に来ていただいてる方もそうですし、はいはい、TSC を全体応援していただいてるサポーター、スポンサーの皆様全員の思いを背負って11人、うん、まあ、18人とベンチ外とみんな立ってるんで、はいはい、すごい緊張はしますよね。こうそんなもう大きなね、こう重圧というか責任がある状況でのその緊張押しつぶされないようにするにはどうしてんすか？僕の場合はですけど、はい、とりあえず例えば試合前だったら明るく、まあ、例えば音楽流して踊ったりとか、はいはい、全員に絡んだりとか冗談しまくったりとか、できるだけその空気をなくす、はい、あ、なるほど、そっちからこう気をそらすというか。そうです、そうです。あ、なるほど。だから緊張してる人も俺を見たら、なぜあんなふざけてんのみたいな雰囲気になるけど、はいはい、でもそれが緊張をほぐす、みんなの緊張もほぐれるし自分の緊張もほぐれるっていうのをやってます。あ、なるほど。絡みたくない人もいるんですよ、絶対。俺見ててこいつ絶対俺に行くんなみたいな顔してるやつもいるんですけど。あ、なるほど。絶対行きます。そういうやつ特に行きます。特に特に行きます。まあでもちょっと意識をそらすってことで。そうですね。まあ相方なんでね、まあ一応ちょっと言わせてもらうんですけど、なんかセルヒオ選手のすごい真面目な部分急に引き出すな。芸人だと面白いやつやってこい。すみません。で、あとレンさんが250円でノーコメント。ありがとうございます。ありがとうございます。でもこれはコロナ支援2ということですね。あとシシャモさんがウータン250円でウータンしゃべりのオフサイドっていうことで、はい、ごめんなさいね、うちの視聴者がちょっと滑りを入れてきちゃった。、はい、で他にも来てますね。佐藤もんたけるさん610円、はい、ボレーシュートのタイミングが合わないです、どうやって合わせてますかっていうことで。あ、結構なんかフォワード的なあれが多いから、ね、ですね。さっき持ったけど、さっきも同じ人ですか？そうですね、多分ちょっと、多分さっきカンさんに褒められたから調子乗っちゃってますね、これ。いやいや、ちょっと金額上がってんのかな。そうですね、上がってますね、微妙に。ボレーシュートのタイミング合わないですがって、これはもうどうなんですか？もう感覚つかむしかないんですか？あのね、とりあえずボールをよく見ることと、はい、絶対にインステップに当てることです。で、ボールが上の時に蹴っても結局ボール上いっちゃうから、できるだけ落ちるのを待ってからインステップで蹴ったら、はい、ボレーは重くなります。ちょっと佐藤もんたけるがもうすごいこの自分の金額以上のね価値を得てますけどね、さっきから。そっか、やってんのか。あとさっき監督の真似をお願いしたものです。 SNS さん、はい、セル君ありがとう。いえいえ、あのね、孝太郎で500円いただきまして、そうですね、今日のピークぐらいのとこありましたからね。明日か、明日監督に怒らなければいいですけど。そうですよね。確かに確かに、もうあれなんだってこともあるもん、ね、そう、お前そう思ってたのかってなったらちょっとまた、はい、まあまあエンターテインメントですよ。そうそうそう、思ってください。はい、どうぞ、ラグタさん500円。今はパスサッカーもだんだん分析されてきて通用しなくなってきてます。これからはどんなサッカーが強くなると思いますか？ちょっと待ってください、これ視聴者なんでいいですか？はいはいはい、なんかプロに偉そうに言うな。恥ずかしすぎるわ。すいません、バカなサポーターだと思ってちょっと受け入れて答えていただきたいんですけども、そうなんですか、なんかパスサッカーっていうのがこう分析されて通用しなくなってきてるんですか？これはどうなんですか。でもいろんなスタイルありますよね。そうそうそう、それでいいと思いますよ、本当に。分析されればそれのあるようにやればいいだけですと思いますし、はいはいはい、いろんなサッカーがあるからこそサッカーが楽しいと思いますので。おお、なるほど、はい、僕たちの栃木の今年のスタイルは、はい、走る、戦う、はい、そういうところを前面に出して今やってますけど、はい、それを楽しいと思ってくれる方もいますし、そうですね、それを分析されればそれを上回るぐらい走ればいいと思うし、はいはい、そういうところだと思います、僕は。確かに、はい、真面目か。真面目だよ。真面目にサッカーのことですね。そうですね、本当にそうですね。なのでオッソーラウタンはちょっと
真面目な質問をして褒めてもらいたかったんでしょうけど残念でした。違います、そもそも、続いて赤橋さんの250円、どうしてつばを吐くんですか。いやこれは俺も部活やってたけどもう無理よ無理ですよね、生理現象ですよね。そうなんですよね。どうしてなんかおならするんですかぐらいの話であって、これはでもやっぱ気になるらしいですよ見てる方は。あすごいつば吐いてることが。でも女性の方とかもそうですけど、まあ、気持ち上がりますけど、これはまあ、うん、選手しょうがない、この選手は実際やってる側が言うと言い訳みたいに聞こえるかもしれないから、うん、あえて俺が言いますけど、しょうがないから言ってくるな、こんなことやってみろ、試合大変ですもんね。松尾さん、松尾拓也さん250円、うちなんでそこ座ってんの。だからもう巻き戻して言ってるからさ佐藤もんたけるさん600円、まあサッカー小学生以来やってないですけど見るのが大好きなのっていう、あ、やってるわけじゃないですけど見るのが好きだってことなんですね。ジャッキー、なるほどなるほど。じゃああの質問いらないでしょ。いらないですね将来子供とかに教えたいですね。そうしてほしいですね、はい、佐藤舞子さん、500円、旦那が明日から入院するのですが寂しくて寂しくて仕方ないんですがどうしたらいいでしょうかという、急にちょっと重めなの来ましたけれども、僕いいですか。おーおー、あの僕膝ケアして3ヶ月入院してたんですよ。おー、はい、なんか入院した側としては、はい、毎日来ていただければ、はい、お互いの寂しさがなくなります。なるほど。おお、そうですよね、来てもらった方もまた元気になれると。そうです、うん、で行った方も寂しさがなくなると思うんで、はいはい、毎日通ってあげることで、うん、でも今コロナだからね、ちょっと行けないかなっていうのもあるから、ね、それもありますね。そうか、だから会えないですわ。毎日テレビ電話、テレビ電話、確かに、うん、いやもうテレビ電話しかないですよ、寂しいなら、うん、本当に。あとね、あの GOGO チャンネル見てもらえればと。あ、GG チャンネル切れて、いや俺もいや、マジでミスったよ、マジでミスだよ今俺。俺も切れようと思ったんですけど、さっき俺 1,2 回失礼なことしたからプラマイゼロかな。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。いえ、全然いいです、はいはい、今日は赤いスパチャネル、今日は赤いスパチャネル、いや赤いスパチャネル、あのそういうとこで視聴者、俺らの視聴者5万入れることでぶち切り宇治原ファンすごいなってなってほしいからそういうところで貢献して頼む他にもです。ちょっとごめんなさい、読み方合ってるか分かんないですけど、一枝梅さん、はい、500円で J リーガーをゲットする方法を教えてください。あ、ちょっと恋愛絡みというか、おやっぱサッカー選手かっこいいですから、やっぱつながりたいというか付き合いたいということなんだと思うんですけど、ちょっと急にこうなんかゴシップ的な話になりますけど、ちょっとどうですか、サッカー選手と出会うにはどうしたらいいですか。どうですか、ちょっとブチ切れ忘れてるんですけど、あえてブチ切れ入れてカオちゃんに聞きたいですね。どうですか、カオちゃん。ちなみにカオちゃんに出会うんだったらどうしたらいいですか。俺に出会うなら、はい、練習見に来いよまあ確かにそうだね。いや練習見に来てアプローチするの無理じゃないですか。まあまあまあ確かに、はい、だってあれじゃない、そうですね、だったら来そうな場所に行けよ、ね、ジェリーが集まりそうなとこに行ったら、どこっすか集まりそうスタジアム以外何も浮かばない。いやいやいや、難しいな。難しいし、そこら辺かな、ちょっとそこら辺からもうちょっと行ったところがあるそしたら栃木の選手に会えるってことですね。もしかしたらね、今コロナだからいないと思うけど、まあ、かといってこの辺うろちょろされるのも嫌なんでやめてくださいね。はい、はい、あとたけさん250円、海外生活でうまく順応するコツはということですけども、セリア選手ね、韓国、中国、はい、でプレーしてたからね、プレーして、ここ最後にしようか。アルゼンチンから日本にも来てるしね、うん、でも本当に単純に一番簡単な方法はできるだけその国の人の文化をリスペクトすることと、うん、言葉を覚えることです。素晴らしい。最後に一番なんかね、いやなんかもう本当その要はね、語に従えってことですよね。そうですね、だから自分がアルゼンチン人だから、俺はアルゼンチンだから日本に来てアルゼンチンだったらこうだよって切れてたら、はい、じゃあお前アルゼンチン帰れよってなるから、うん、だから自分のまあ言ったらその全部捨ててその国で適応するっていう、はいはい、そこのルールのもとを生きる、だから言葉もそうだし、うん、素晴らしい。今日の俺のチャンネル視聴者で来てるやつらそういうことだよ、ここのチャンネルに来たんだからこのチャンネルに合わせなきゃダメよ、本当にもう最後ですけどね。いやいや、すごいですね、はい、いい感じでまとまりましたね。まとまりました、ね、はい、まあオストラグダさんも500円入れてくれたんですけど、これはまあ俺の視聴者なんで無視して大丈夫です、はい、これが個別に答えておきます、はい、はい、さてそろそろお時間になりました。ありがとうございます、はい、皆さんどうでしたでしょうか。はい、ブチギレさん、はい、ブチギレ宇治原さん、はい、ブチギレさんってなんかいや、カウンさん先輩なんで
い喋りの能力が長けてて助かりました。いや本当ね、楽しかったね。楽しかったです。聞いてたな、今聞いてましたね。おっていう顔してました。はい、来ないと思ってた。そしてね、ここまで配信いただいた、あ、配信を見ていただいた方から2年、はい、あの僕たち4人のね、三駅敷地と、はい、栃木県名産品の詰め合わせをお送りします。あ、じゃあ書きますか、今。はい、そうですね、サイン書きましょう。母ちゃん、そこ持ってください。はい、はい、で、合言葉は金沢線活動です、うん、はい、今週末ね、アウェイで金沢線があります。この試合ね、応援していただきたいなと思いますし、合言葉は金沢線活動です。はい、配信終了後24時間以内に概要欄にある、これなんか YouTube でよく聞きますね、概要欄に貼っているフォームに合言葉金沢線活動を入力し、他の他のね、記入事項をお埋めして書いてくださいと、送ってください。プレゼントの発送は、当選をもってお送りさせていただきます。でいいんですか。はい、プレゼントの発送をもって当選案内とさせていただきます。よろしくお願いします。そして、ね、また来週も24時間、あ、じゃあまた来週もライブ配信実施します。あ、そうなんですね。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、します。はい、24時間いや、この上間違えて言ってもらって、あ、テンパって、また来週もライブ配信、実施します。12月18日金曜日の2時から、あ、8時から、夜の8時からですね。はい、野沢雅子さんのモノマネで有名なアイデンティティのお二人をお迎えしてライブ配信を実施します。ぜひ見に来てください。何に違和感を感じたんですか。アップになってますね。何してるんですか。これ4人で書くのに何歳じゃねえだろうですか。何してるんですか。あの、皆さんはそんなことないってすぐ返すと思いますけど、社会的地位が全然違うんだよ。ニーズも全然違うんだ。こんぐらいでいいんですよ。いやいや、嬉しいですね。最後2,440円。おー、ありがたい。佐藤モンタケルさん、あ、うちの視聴者が、ね、ありがとうございます。はい、そして合言葉にもなっている、あさって13日日曜日にはアウェーで、スウェーデン、カナダと2時から試合です。ダゾンとかね、いろんなところで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、最後に手を振ってお別れしますか。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。